にちは、始まりました。番組名募集、どうしようね、結局考えてないこの番組名。とりあえずは、まあ、トムの物質に対抗して、トムのなんだろうな、トムの一言、全然一言じゃないやんけってそういうツッコミが聞こえてきそうだが、今日はですね、何かというと、バン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 ダンドン、チョコです。今日も、今日はブルボン、ブルボンの、ミニビットアソートっていうのかな、いろんな味のチョコレートが入ってる、そういうお菓子でございますよ。これチョコ好きにしてみたらね、夢のような、まさに夢のような商品でございますよ。いろんな味が一気に楽しめる。僕は個人的にはね、クランチとかアーモンドチョコがね大好きなんですよ。なのでその味をですね、今日は楽しめるんじゃないかなと思って期待しておりますね。入ってるのはミルクチョコ、アーモンドチョコ、ウェハースチョコ、ストロベリーチョコ、クランチチョコの詰め合わせです。5種類の味をお楽しみくださいということですね。バッチリ楽しんでみたいと思いますよ。さあ、それでは開封、イエイ、開封。さあ、色とりどりですね。飴みたいな感じ。赤でしょ、赤、緑、青、茶色い、ピンク、あいや。さあ、ここでですよ、普通に食べるのもちょっと面白くないので、それぞれの味をですね、ミルクならもう誰が食べたってミルクね、ストロベリーなら誰が食べたってストロベリーというような、ちゃんとね、味になってるかどうかっていうのを実験してみたいと思います。題して、ミニビット選手権。行くぞ。さあ、ではですね、ルールは簡単。私、目をつぶって取ったものを目つぶりながら開けて食べますから、果たしてそれがちゃんとその書いてあるね、味になっているのかどうか、味覚だけで勝負できるかどうか。そして噂によると、私味音痴って噂があるので、僕自身がちゃんと食べ分けられるのか、ちゃんとした人間になれるのか、それをですね、チェックしたいと思いますよ。さあ、それでは早速行ってみたいと思います。選手権第1回戦スタート。バババパン、これだ。1個目、まず1個目はこれにしたいと思いますね。開けてみたいと思いますね。果たして僕はちゃんとカメラに向かって喋れているのかも分かりません。まあでもやってみたい。お、来たかな、これ。いきなり匂いはちょっと分かんないですね。チョコの匂いですね。当たり前か、チョコの匂いがします。ちょっと一口いってみたいと思いますね。はい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 、分かったよ。はいはいはい、甘いやつよりもどっちかっていうとこうビターなチョコが好きなんですね。甘すぎず、かといって苦すぎず、ビターすぎず。ブルボンのチョコはちょうどいってるね、ストライクゾーンど真ん中。あー、美味しい。甘すぎず、ビターすぎず、そこにアーモンドが加わっていることによって絶妙なハーモニーを醸し出している。つまりこれはアーモンドである。ペンポーン、はい、よかった。いけるぞ、俺の味覚まだいけるぞ。よし、じゃあ次行きたいと思いますね。アーモンドは正解した。まあでもね、食べてみて、目をつぶっているからかもしれないけども、すごい、本当にね、絶妙ですよ。バランス、甘すぎず苦すぎず。あれ、こんな少なかったっけ、大丈夫、あれ今3つしかない、大丈夫かな。何が出るかな、ババ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 バンと、これだ。これなんすかね、ちょっと開けてみます。ダダン、ダダダダダン。匂いはあんまり、でもそう言われればさっきはアーモンドの匂いがしていたのかもしれないですね。なんだろうこれ、ちょっと行ってみますね、一口。あっ
来た来た来ました、さっくり王子。食べた瞬間のこのさっくりとした食感いいですね。これもやっぱりチョコ自体は甘すぎずビターすぎず、食べた感じはチョコを食べてるというよりはこのウエハースを食べているような感じになった上にチョコの甘みがドーンってくるから美味しいんですよね。ということはこれはウエハースである。ドーン、ウエハース青い、正解でした。よかった。で、こいつをね覗いていたらしいですね。すいませんでしたね。さあじゃあですね、第3回戦行ってみたいと思いますよ。ダーン、これだ。第3回戦はこれでいきたいと思いますね。感じですね。じゃあ行ってみましょうか。匂いは、うん、ん、匂いないですね。ない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 、ないことはない。チョコの匂いがするけどそれ以外はないですね。じゃ行ってみますね。ん、ん、ん、なんだこれは、わからない。チョコの味しかしないということは、え、チョコの味しかしない、チョコですね。完全にもう生まれも育ちもチョコ、甘すぎずビターすぎずちょうどいいな、絶妙のバランスです。そしてこれはなんだろうな、非常に純粋なネイキッドな感じがしますね。ということでこれはですね、おそらくミルクチョコレートなんじゃないでしょうか。イエーイ、正解。いきましょうか。第何回戦、4回戦。いやー、こいつでいきます。残り2つになりましたからね。まあある意味2択っちゃ2択なんですけど、でもそんなことは考えずに純粋に味で勝負したいと思います。これはもう、これはもう、もう匂いを嗅いだ瞬間わかりますよ。それぐらいですよ。すごいでしょ。うん、うん、うん、匂いと全く同じ味がします。うん、バランスですね。これもね、チョコが甘すぎずビターすぎずなので、この多分ね、ストロベリーだと思うんですよ。これストロベリーの甘みが乗っかって、その甘みでチョコの味がついているということで、第4回戦はストロベリー、きたーい、ストロベリー、レゲータ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 ー、えい、ラストいきたいと思いますね。ラストももう何の味かはわかりません。ダッドゥダダン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 ドゥンドゥン。さあ、匂いですが、ん、あの匂い、ストロベリーの匂いがこびりついてまして、ストロベリーの匂いがする。そんなバカな、ちょっと食べてみますね。お、ん、うん、名盤、名作、名盤、名曲、すごいっす、すごい美味しい。いやー、名作だ、名作です。どれ、どこ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 だ、メガネメガネメガネ、どこあった、クランチ、正解。いやー、名作、名盤、名曲集、すごいですよ。でそれがなんと一つの袋の中に入ってるわけですよ。これがすごいですね。いっぱい楽しめちゃう。あの紅茶が欲しくなりますね。紅茶が多分無糖の紅茶ね。僕は紅茶はお砂糖入れませんけど、無糖の紅茶アールグレーがいいんじゃないかな。あの非常に楽しめると思いますね。ということで今日はですね、このミニピットをですね、食べてみました。すごく美味しいのでぜひとも皆さん食べてみてください。それではまた、トムでしたー。いったーい、えー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 、え